航空機そのものを及び、人型ロボットなど航空機ではないものも指す。カナダ空軍第428飛行隊のウェリントンマーク XHE239。砲撃を受けながらも対空性を維持したジオデシック構造が見える。航空機の機体の歴史は、1903年アメリカ合衆国でライト兄弟が木製の服用機を作り、 固定翼機の可能性を世に示したことに始まる。しかし、飛躍的な発展は、不幸にして第一次世界大戦中の軍事目的によってもたらされた。この時代の有名な航空機には、ドイツのフォッカーと米国のカーチスの産用機、そしてドイツのタウベ単用機がある。これらの航空機は、木と金属によるハイブリッド構造であった。 1920年代から1930年代にかけての、いわゆる大戦艦機は、シュナイダー・トロフィーが国威をかけた技術競争の場となり、一層の高出力化と高速化が進んだ。その結果、機体構造は、大馬力に耐えうる、全金属製のモノコック構造へと修練していき、高速機では、翼面荷重の大きな低翼単用が常識となった。 さらに、膠着装置を引き込み式にするものも現れた。また、ボーイングが1938年末に進む空、させた、旅客機のモデル307において、初めて余圧キャビンを実用化した。素材の面では、住友金属工業が超ジュラルミンの開発に、成功したことも特筆すべき出来事である。商用機体の開発では、星型エンジンを使う。 単葉機の設計が注目されていた。当時の航空機の多くは、チャールズ・リンドバーグが、大西洋横断で使用した、スピリット・オブ・セント・ルイス号のように個別生産か、あるいは少量生産であった。完全な金属製のフォード 4AT 及び 5AT38 機と、ダグラス DC-3 総発プロペラ機は、この時代最も成功した設計である。 第二次世界大戦を迎え、機体設計は再びグニーがリードすることとなった。有名なものには、米国のダグラス C-47、ボーイング B-17、ノースアメリカ B-25、ロッキード P-38、そしてアブロ・ランカスターがある。設計上の革新は1930年代に始まっていた。日本では、 中島飛行機が97式戦闘機のために開発した左右主翼の動詞桁とブロック後法の機体は川崎航空機制を除く日本軍のほとんどの低翼単葉機の標準となった。モノコック構造流星の一方で英国のビッカースは体験構造をウェルズレイやウェリントンに採用した。また過去の素材と思われていた木材を主要構造材とした。 高機動戦闘爆撃機デハビランドモスキートも同大戦中に開発されている。最初の実用ジェット機も同大戦中に製造されたが、その数は限られていた。ボーイング B-29 は高高度爆撃機として設計され、余圧式の機体となった。戦後の商用航空機の設計では、当初はターボプロップエンジン、後にジェットエンジンを持つ旅客機が注目された。 これらのための、より高速向け、かつ、より引っ張り応力の高い機体の開発は、大きな課題であった。新たに開発された、銅、マグネシウム、亜鉛を含む、アルミニウム合金は、これらの設計に必要不可欠であった。1957年に初飛行した、ロッキード L-188、ターボプロップエンジン機がこれらの材料のいくつかを、 使用したが、振動制御と、金属疲労に関する高価な試験でもあった。デハビランド106コメット 3G、アンロで、ハビランドコメットは、世界初の量産型商用ジェット旅客機で、1949年に、初飛行を果たした。英国の航空機設計士における、ランドマークの一つと考えられている。初期のコメットモデルは、商用運航開始後、それまで、 未知の領域であった致命的な機体の金属疲労によって一連の墜落事故を引き起こした。ロイヤルエアクラフトエスタブリッシュメントはファーンボロー飛行場で航空機事故の科学的な再現実験を行った。特別に製作された機体が完全に浸かる水槽における3000回以上の余圧試験で四角形の窓の角に応力集中による亀裂が見つかった。 その窓は接着され、リベットで締結される設計になっていたが、組み立てはドリルではなく、パンチで行われていた。パンチによる秒締めは、秒穴の不完全な状態を生み、リベット周辺の応力集中が、金属疲労を生じさせた。結局、ワイドボディキと呼ばれる大型機体の組み立ては、米国のボーイングとヨーロッパのエアバスによって、支配されることになった。 ヨーロッパ、北米及び南米の多くの製造業者は定員100人以下の機体市場を引き継ぐこととなった。多くの製造業者は機体部品を製造している。商用機体製造の歴史は1920年代からの全アルミニウム構造、1940年代からの高強度合金と高速翼型、1960年代からの長距離設計と、 効率向上そして1980年代からの複合材料による製造の4つの時代に分けられる。内装組付け前のボーイング747の機体内部ボーイング787ドリームライナーの機体の一部ボーイングは現在1枚の炭素繊維強化プラスチックのシートからなる胴体を持つボーイング787シリーズフラッグシップ機の設計により 業界をリードしていると主張している。1200枚のアルミニウムシートと4万個のリベットを削減したとしている。この機体は定員220から300人として設計されている。一方、主な競争相手のエアバスは A380 フラッグシップ機を定員500から850人として設計している。A380 はまた、 複合材料を多く取り入れている。機体製造は以前にも増して精密さが要求されるようになっている。製造業者は厳格な品質管理と政府の定める規則の下で操業しているが、確立済みの標準からの前進が大きな不安も招いている。2001年のエアバス A300 の離陸事故は胴体から尾翼が脱落した後に起こった。この事故は運用 保守、そして最近の多くの機体で使用されている複合材料の使用を含む設計の問題への注意を喚起した。A300 は他の構造上の問題もあったが、これほど大きなものは他になく、1959年のロッキード L-188 の事故に匹敵するほどだった。新テクノロジー導入の際に機体産業と顧客である。 航空会社が直面しうる困難を見せつける結果となった。機体設計は空気力学、物質科学、そして製造手段を組み合わせて性能と信頼性とコストのバランスを追求する高額の一分野である。ありがとうございます。